アメリカ空軍 F-35A 戦闘機と、中国空軍 J-20 戦闘機とが幾度となく遭遇している情報をキャッチしたよ。どうやらこの、J-20 戦闘機がヤバいみたいだな。今回はそんな J-20 戦闘機を中心に詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国空軍の最新鋭戦闘機ホロ20J20 は、いわゆる第5世代に分類されるステルス戦闘機で、中国での愛称はマイティドラゴンと呼ばれ、2017年3月に運用が開始されているね。その第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用が開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化されたアメリカの F-35B 垂直短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機となっているよ。世界の第5世代戦闘機とされているのは、2022年6月現在において、この3機種 F-35 には派生型として通常離着陸型の A 型と艦載型の C 型が追加されているの他には、2020年12月に運用が開始されたロシアのスホイ57だけだな。2022年3月に、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所によるインタビューの中で、F-35 と J-20 が遭遇したことについて語っているよ。それによると、東シナ海においてアメリカ軍の F-35 形式は不明が飛行中に、中国空軍の J-20 と遭遇して交戦寸前の状況まで接近したことがあるとし、F-35 のパイロットの報告によって J-20 の性能と中国軍パイロットの連動について、想像していた以上に高いものであったとしているみたい。また、その際に付近には中国空軍の早期警戒管制機 KJ500 空 K500 も飛行していて、それらの間で統制の取れた行動を見せていたことに驚いたとして、中国空軍の実力を侮ることなく正しく評価した上で対抗策を講じるべきと指摘しているぜ。なお、ウィルスバック司令官は J-20 の運用については、J-35 のような対地、対艦攻撃能力も併せ持つマルチロール機となるのか、あるいは F-22 のような制空戦闘機となるのかとの判断は、時期尚早であろうとしているらしい。J-20 は、中国航空工業集団工司の一つである成都式工業工司で開発されたことから、ジェングダ J-20 とも呼ばれていて、中国の軍事マニアの間では糸対中国語でリボンを意味するとも呼ばれているよ。これは、第5世代機の中国での呼び方である4代機の4代とリボンの発音が似ていることと、これらの J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が薄く平らな、リボンのような形状をしているものが多いことに由来しているんだって。J-20 の開発は1990年代に始まり、2010年の末に成都式工業工司のテスト飛行場敷地内で地上走行試験が実施されたことが確認され、飛行式の軍人関連ウェブサイトに機体の馬像が掲載されたことで、その存在が広く知られるようになったね。2011年1月には、初飛行に成功したが、その機体が電波吸収素材の塗装が確認されたことからステルス性の高い機体であることが確認されており、そのレーダー反射断面積 RCS は 0.025 平方メートルと推測され、この数値はアメリカ空軍が世界で初めて開発したステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度であり、F-35 の RCS が 0.0015 から 0.005 平方メートルで F-22 も 0.0002 から 0.0005 平方メートルであることと比べると、ステルス性能では若干劣ると見られているぜ。2016年11月1日に、広東省の樹海で開催された中国国際航空宇宙博覧会で初めて公開され、2機の J-20 によるデモンストレーション飛行が実施され、中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていることを内外にアピールしたよ。2018年9月には J-20 が量産体制に入り、年間40機のペースで製造されると報じられ、2019年から東部戦区に配備が始まったとされているんだ。なお、第5世代ステルス戦闘機では世界で初めて複座型が製作されていて、後席の乗員はロイヤルウィングマンのような無人航空機との編隊を組んだ際の完成を行うものとみられているな。現時点で推定されている J-20 の初舷は、
全長 21.2 メートル、全幅 13.01 無、全高 4.69 メートル、空挙重量17,000kg、最大離陸重量36,300kg。実用上昇限度2万メートル、最高速度 2500km、毎時最大航続距離 5900km とされ、総発のエンジンは初期型においては、ロシア製デスホイ27フランカーに搭載されているサプールネイル 31FM に最大推力 145kN を搭載していたぜ。しかし、2021年9月に行われた航空ショーで国産エンジンの WS10C 最大推力 147kN が搭載された J20 を飛行させ、このタイプの J20 が量産体制に入ったことをアピールしたってわけだ。中国では、J20 用エンジンとして WS15 最大推力 180kN の開発を進めているけど、それが難航しているために、すでに開発済みであった WS10 の推力を引き上げ、魚市場のステルスノズルを備えて J20 に搭載して、2023年の完成が予想されている WS10 を実用化までのつなぎとしたんだ。しかし、WS10C には推力変更ノズルが搭載されていないために、空中機動性において F22 より劣るとされ、中国では2022年から WS10C に推力変更ノズルを搭載するアップグレード開発が進められているとして、香港のサウスチャイナモーニングポスト CSCMP が報じているね。また、J20 のセンサーにはアクティブ電子操作アレイエイサレーダーが搭載されているが、このエイサレーダーは2000から2200個の送受信モジュールを備えていて、出力電力は 24kW 達するとされているぜ。この数値は、F22 が搭載しているエイサレーダー ANAPG77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているため、J20 に搭載されている AESA レーダーは ANAPG77 より探知距離が長いのではないかと見られているね。また J20 には、F35 に搭載されている ANAQ37EODAS によく似た分散開口システム DAS が採用されており、機体の各部に複数のセンサーを備えているほか、機種の下面には F35 と同様に電子光学照準システム EOTS を備えているが、F35 の EOTS86 が空対空空対地赤外線捜索追尾機能を結合しているのに対して、J20 の EOTS は空対空目標の補足照準に比重を置いていると見られているな。ちなみに、J20 の1機あたりのコストは1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代の初頭では4億から5000億元、約88から98億円とされていたもので、それは開発過程において大幅にコストが上昇したことを意味しており、推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上であろうと見られているぜ。F35 のコストは、直近で導入を決定したフィンランドが1機あたり約7300万ユーロ、93億円で、購入するとされていることからすると J20 はかなり高いんだけど、量産体制に入ったことで現在では多少は下がっていると思われるよ。また、日本が購入する F35 の価格が1機約130億円と J20 並みの価格となっていることを、アメリカの言いなりになってカモにされているのではないか?などとして批判する声が、左翼政党や左翼メディアなどから上がっているが、これは日本での F35 の製造に国内企業を絡めたことが要因となっているらしい。防衛省は主力戦闘機採用の条件として、国内企業に機体やエンジンの生産、整備を部分的に任せることを挙げており、F35A を選定するにあたっては、アメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査のほか、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めているな。この条件を付加するのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す、次期戦闘機の開発に必要な技術力を維持することを目的としているためなんだけど、そのことで新たな設備投資やライセンス獲得費用も必要となり、そのための経費が調達価格に上乗せされているってわけだね。そして、J20 の研究開発費が約300億元、約6000億円以上とされていることに関して、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として防衛省が開発を進めている、
航空自衛隊の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることに批判が上がっているらしい。しかしながら、これについては過去に多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ、第5世代戦闘機の開発に6000億円以上かかっているんだから、F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が、次世代第6世代とされる戦闘機を開発するのだから当然とする見方もあるな。自衛隊の装備品をすべて国産化して、調達を世界情勢に左右されないようにすることは国防上必須であり、特に高額な装備品である戦闘機の国産開発製造は重要で、国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえ、ここは多額の投資によって国内企業の防衛産業参画を促しておくべきだと思うぜ。ロシア・ウクライナ戦争が勃発したことにより、世界中で武力や防衛力の強化が行われてきた印象があるからね。こうなってくると、日本も遅れを取らないようにしなければならないよ。もはや中国はアメリカに次ぐ軍事国家と言っても過言ではないからな。ロシアは現在兵力や武力不足で衰退しているわけだし、意識する本当の相手は中国だと思うぜ。日本も遅れることなく、この波に乗ってほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。